はい、皆さんこんにちは。人間ドック下がり役の宮坂里乃です。はい、竜宮城のヤギという作品が私が以前出演していた夜叉姫の3年前に書かれていた作品で、その中で夜叉姫と竜宮城のヤギって共通のセリフがあって、天国は上じゃなくて下にあるという言葉があります。夜叉姫の時からすごい気になっていた、気に入っていた言葉なんですけれど、それが3年前にも描かれていたということで、その作品同士でどういうテーマがあるのかってのを皆さんにお届けできればなと思っています。はい、もう犬ってついているので、その時点でもう元気いっぱいに走り回って熱量をたくさん届けたいと思っています。竜宮城のヤギの中では分かり合えなさっていうのがテーマであるんですけれど、それを一番代表して伝えてくるのは犬とヤギの対立かなとは思っています。お互い何かしら信念だとか依附しているものだとかいろいろな対象があるのに、そこについて全く分かり合えない、箱っていうものにすごい焦点を当てているのに、そこに対しての思いがとんでもなく違うんですね。それが一生分かり合えない、これをどういった形でお客さんが受け取ってくれるのか、私たちの思いを伝えられるのかっていうところがすごいポイントになってくるんじゃないかなって思います。はい、10月の寒い中、多分風も冷たいと思います。皆さん駅から劇場まで遠いので、暖かい格好をしてぜひお越しください。劇場で私たちの熱というものをお客様にお届けできればと思っています。劇場にてお待ちしております。